車を動かす力を生み出し、走りの性能を高めるパワートレイン。それはエンジン、モーター、トランスミッション、サスペンション、アクセルなどで構成され、車の心臓とも呼ばれます。パワートレイン生産技術本部は、日産発祥の地である横浜市神奈川区の横浜工場内に本部を置き、日産テクニカルセンターのある厚木や岩木、栃木、尾っ浜などに拠点を設けています。商品企画段階での計画構想や開発段階での商品の図面を具体的な形にし、実際に製品として作り上げ量産するための開発を行うのが、私たち生産技術開発です。製品設計、製品開発と生産技術開発との大きな違い、それは製品設計、製品開発が製品の設計、仕様にフォーカスする一方で、私たち生産技術開発は製品のみならず、生産工程、生産工場の3つの領域すべてに関わりを持つということです。これらの領域に対して、私たちパワートレイン生産技術本部が果たす役割は大きく3つに分けられます。1つ目は先行技術開発、2つ目が生産ライン開発、そして3つ目は開発した生産ラインのグローバル展開です。先行技術開発は文字通り先進、革新的な生産技術の開発です。近年、生産部門と開発部門の連携によって生まれた成功例の一つが、革新的なブレイクスルーで GTR の圧倒的なパワーと低燃費の両立を可能にした容赦ボアです。生産ライン開発では、大幅な効率化を実現すべく、未来の理想的な生産ラインの構築に向けて取り組んでいます。また工場の現場では、インダストリー 4.0 導入を進め、 IoT をさらに促進しています。先行技術開発、生産ライン開発によって構築された量産ラインをグローバルに展開することも、私たちパワートレイン生産技術本部のミッションの一つです。各拠点でのプロジェクトでは、現場を含めた多くの関係する人々を巻き込みながら、グローバルで活躍しています。車の未来を切り開くパワートレイン生産技術、革新的な製品の実現に向けて、その限界点を決めているのは生産技術開発です。技術の日産のものづくりを牽引すべく、これからも私たちの挑戦は続きます。